ゲームへようこそ。前回の遺跡では上向きの兆候を観測しました。今回は良い結果が出ることが期待されます。ファイトです。ついてきてください。次のミッションに移行します。目標討伐ミッションを実行。戦闘フィールドを展開します。スコリーズを召喚します。ステゴサウルスを召喚します。スコリーズを召喚します。キファロサウルスを召喚します。ミッションを実行。戦闘フィールドを展開します。ダブルを召喚します。シャドウ要素を召喚します。キファロサウルスを召喚します。キララサウルスを召喚します。ステロサウルスを召喚します。
エスコートミッションを実行。戦闘フィールドを展開します。ここで物質検証を与えたエクゾファイターを転送します。あのファイターにはこの時代の物質調査を課しています。あなたたちは調査に協力し、恐竜からファイターを護衛してください。 調査完了しました。次の地点に向かいます。このエグゾファイターはまだ調整不足であることが発覚しました。思考を乗っ取ることに抵抗しているため完全な制御ができません。 次元転送を開始。衝撃に備えてください。与えられた全てのミッションを先にクリアした方が勝利となります。私のために高品質な戦闘データを提供してください。敵チームがファイナルミッションに進行しました。速やかにミッションを進めてください。ダプトルを召喚します。カルノタウルスを召喚します。 テラノドンを召喚します。ダプトルを召喚します。敵チームにドミネーターを与えました。敵チームが乱入してくる危険性があります。カルノタウルスを召喚します。テラノドンを召喚します。
ミッションに移行します。アルキドサウルスを召喚します。アキキファロサウルスを召喚します。ダクトルを召喚します。成長を続ける限り、私の研究は続きます。今回のウォーゲームの最も優秀なファイターの皆さんです。